今更だけど今日も狩りに行くわよ。ご主人様、本当に今更ですにゃ。別にネタが切れたってわけじゃないんだからね。何を言っているのかよくわからないにゃ。それで何を狩るにゃ。ラオシャンロン。砦には音もできないにゃ。あれ、そうだっけ。役に立たないわね。じゃあ霧にしようっと。散々な言われようですにゃ。寒い。なんでこんなに寒いの。ホットドリンクはどうしたにゃ。持ってくるの忘れた。そんなことだろうと思ったにゃ。何するにゃ。カイロ代わり。ぬくぬく。いきなり懐に入れるにゃ。ジジカよっしゃ、クエストクリア。楽勝楽勝。ほとんど僕ばかり攻撃と回復していた気がするにゃ。気のせい気のせい。それじゃあ帰ろう。その能天気さだけは羨ましいにゃ。やっぱり集会所はあったかいな。ご主人様、補修素材を片付けておくにゃ。そうね。今度はどうしたにゃ。せっかくの素材全部売却しちゃってた。あ、僕が集めたやつまで売っちゃってますにゃ。皆さん、ギャコラジは今日12月10日といえば、スウェーデンのストックホルムでノーベル賞の授賞式が行われる日。もしもらえるならノーベル平和賞をもらいたい金田真昼です。皆さん、ギャコラジはもしもらえるならノーベルリリー賞をもらいたい倉田マリアです。リリー賞ユリです。リリーノーベルユリ賞。ノーベルユリ賞。ほほう、最高ですね。何の、なんか世界のユリマスターになったらノーベルリリー賞に。あ、ユリマスター。はい、なれますよきっと。世界で一番すごいユリ。はい。さあ、今週もスタートしましたギャルゲドットコムラジオ第74回。この番組はブロードバンド時代の美少女ゲームポータルサイトギャルゲドットコムの魅力をお届けする超ハイテンション情報番組です。今週のオープニングベタ劇場は、以前からずっとやろうとしてできなかったボーゲームをインスパイアです。インスパイア、なんで今更なんだろうね。ちょっと巷でも皆さん違うゲームやり始めた頃だから、みんな思い出して思い出してっていうね、宣伝効果じゃありませんか。そうなんだ。誰のために誰のためでしょうね。私、対戦相手募集中です。うん、いいよ。よろしくお願いします。私も、あの、はい、古竜の大宝玉が欲しいです。あ、じゃあ一緒にクエストに出かけましょうか。おー、はーい。はい、ということで今週のおやつは、おい、スタッフさんがホテルニューオータニで買ってきてくださったリーフパイです。じゃーん。違くね。びっくり箱。違うもの出てきた、はい、箱の中には。これラジオでお伝えするのとても難しいんですけど、あの、まひるちんの耳がしまわれて、うん、手もしまわれて、うん、ちょっとなんかのキャラクターになったっぽいやつに、さらに目の上に、うん、何これ、手裏剣状のものが貼られているという。何これ、新キャラ。新キャラ。気持ち悪い。あ、耳が飛び出てきちゃいました。まあ、これ、あの、皆さん、あの、写真でお楽しみください。へいへい、なんだよマリア。そんな声なんですか、マリア。わあ、マビルチン、マビルチン、マビルチン、そんな名前か。ちょっとバイキンマンみたいですね。ホテルニューオータニのリーフパイどこ行ったんだ。はい、ここに本物があります。はい、どうぞ。リーフパイだ、リーフパイ。マビルチン、マビルチン。はあ、本当男の子なんだからな。まったく、なんだよ、期待させやがって。バリ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 。人形遊びが始まっちゃいました。しょうがないな。はい、食べさせてあげるね、マビルチン。あ、私に食べさせてくださるんじゃなくて、マビルチンに食べさせてあげるんですか。はい。
食わせろよ。しょうがないな。うわ、一人早くやってる。ちっちゃく折ってやって、食べさせてあげるからね。はい、あなんか、あ食わせろよ。俺手も足も出ねえからよ。しょうがないな。目の前で高度な人形劇が繰り広げられてるんですけど、私どうしたらいいんですか。ハッセット進めたらいいんじゃないか。ひどいツンデレだ。じゃあリーパイいただきたいと思います。ちゃんと感想を言わなきゃいけないですね。きっと高価なやつなんですよ。いただきます。おいしいです。そんな小学生みたいな。おいしいです。サクサクしてて甘くておいしいです。大人っぽいコメントだ。本当ですか。二言しかついてませんよ。おいしいですの前にさっくりとしていて、それでいて甘くなくしつこくなくだ。そうですか。やった、まひるちんに褒められた。もっとこう宝石箱やとかやってくれ。あ、じゃあやります。おい、まずやるよマリア。リーパイマビルチンに見られながらやるんですね。ああどんなもんか見させてもらうぜ。よし、口の中に入れますよ。せーの、はっ。マリアの口の中にリーフパイ、葉っぱのパイが、パイが入ってん、パイが。マリア、なんだよ。リーフパイを食べながら机を叩くっちゃ高度なテクだな、マリア。これは、この味はマヒルチンの左のおっぱいの味です。どうだった。食べたことあるのか。なんでマヒルチンがパイパイ言うからそう言ってほしいのかなと思って。あ、私が言ったんじゃない、マビルチンが言ったんです。うん、危ない危ない、エロ番組になるところだった。もうなってますよ。違うよ、何言ってるんだよ。たとえ私この中でたった一人になろうとも、はい、この番組をエロ番組にはさせないわ。じゃあナターシャさん連れてくれば大丈夫ですよね。誰だよナターシャって。ナターシャだろ。あ、間違えちゃいました。新キャラかよ。なんかニアミスな名前のキャラクターいっぱいいますからね。そうかな。このマビルチンもね。マビルチンがね。あ、じゃあマビルチン、今週のギャコラジの紹介してくれる。あ、しょうがねえな、やってあげるよ。今週のギャコラジはメールコーナーにミズセルフォートマスター、重大発表のあるインフォメーション。重大発表。重大発表があるのマビルチン。あ、そうだぜマビルチン。マビルチンは私だ。何言ってんだ。めちゃくちゃギャルゲドットコムラジオ74回目。この番組は美少女ゲームポータルサイトギャルゲドットコムの提供でお送りします。最後までよろしく。お手紙のコーナー。このコーナーはリスナーさんの投稿メールをじゃんじゃんご紹介するコーナーです。今週もいろんなメールが届きました。ありがとうございます。早速読んでいきましょう。はい、森尾さんから、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんかストレートだ。さて、倉太郎に問題です。次の漢字が読めますか。詳細みぞおち。来週。正解は詳細みぞう今週でした、読めましたか。惜しかったですね。もし読めなくても大丈夫です。お、なぜならこれらの漢字はあの麻生総理も読み間違えた漢字だからです。へー。でも個人的にはこの程度の漢字は普通に読んでほしいです。森尾さんごめんなさい。あー、そうそう、ちょっとね前に話題になってたね、はい、麻生総理、麻生総理がねちょっと読み間違っちゃったっていう。まあ倉太郎も読めなかったけど。あ、じゃあ麻生総理と同じレベルっていうことで。そう、だから私も総理大臣になれる。そう、私もあのニュース見た時、はい、あ、倉太郎総理大臣になれんなって思った。私が総理大臣になったら、どうしようかな。まず女子同士の結婚を認めて、まあ、ついでだから男子同士も認めて、でマヒルチンを手ごめにかけるです。手ごめは犯罪じゃね。ダメですか。和漢じゃん、和漢っていうのは二人とも愛し合ってるんですよね。うん、和漢はいいけど、和漢ですよ和漢。手ごめはダメじゃね。手ごめは一方的に好きで、リリカンですか。くるくるくる、あーれー、手ごめ。よくわかりません。はい、次のお便りです。倉太郎には総理大臣無理だと思うけど。フェイさんからいただきました。はい、金田さん、倉田さん、ギャコラジワ、ギャコラジワ、はじめましてです。はじめまして、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらってます。はい、第70回の放送を聞いたのですが、私は自慢できる職業ではないのですが、AV を専門的に取り扱う
お店で働いています、うん、普通に女性の方も買いに来たりするので大丈夫だと思いますよ倉田さん。お、もしどうしても恥ずかしくて借りたり買ったりはできないけど見てみたいのでしたら廃棄分でよろしければいろいろお送りいたしますよ。それではお体に気をつけてこれからもラジオ頑張ってください。廃棄分とかあるんですね。ちょっと前にねAV を見て勉強しろって言われたっていう話だよね。あ、はい、ありましたね。そんなこともその後 AV を見たの？見てないですよ。なんで急に照れ出したんだろう。いや、実は秘密です。秘密。何見たの？やだ、秘密です。カーテン閉めようか。いや内緒です。内緒。見たんだね。見てないですよ。見てない。何ジャンル？見てないもん。見てないもん。何ジャンル？コスプレもの？違うもん。じゃあ何？熟女？違いますもん。じゃあなんだよ。やだ、秘密です。内緒。まあ見たっていうことらしいですね。いや、これはね、見てないってば。見てないって言ってるじゃないですか。見てないの？こんなにうろたえるわけないよね。見てないです。本当に見てない。え、何？弟の部屋にあったやつ？そんな弟の部屋も漁ってないですし見てもいませんよ。はあ。私が興味ある AV は、なんかパクリ、インスパイアものがあるじゃないですか。パクリって先にパクリって言っちゃダメだよ。ごめんなさい。ピュアキャロットへようこそをインスパイアした、ピュアキャロットへようこそとか、マリア様が見てるをインスパイアした、マリア様が見ているとか、日暮らしをインスパイアした日暮らしが泣いた頃にとか、妙に名前が似てる感じの。そうそう、ああいうの面白いですよね。あれはなんかちゃんと似てる人が出たり、制服とか。そうですね、衣装はだいたい着てることが多いですよね。で、結構皆さんなんかその中の人もお好きなのかわからないんですけど、結構こだわって演技してらっしゃって、すごいなって。見たんだ。そうなんだ、こだわって演技してたんだ。そうなんだ。見てないですよ。違う。お家にいっぱいあるんだ。言葉のあやです。ふるマヒルチーンと M のくせに、なんで最近 S なんですか。 M のくせにって失礼だ。ごめんなさい。マヒルチーンは AV 見たことないんですか。あるよ。どんな？声優ものとか。声優もの、声優さんがやられちゃうんですか。そうそう、それは本物の声優さん、声優の役をやっている AV 女優の方ですか。多分そうだと思うけど。可愛い声なんですね。じゃあ、そうでもなかったけど。そうでもなかった。まあさすがにね、まあ、ヒルチンにかかればね、わかんないけど、はい、まあそういうなんかいろいろね、業界もの AV とかを友達同士で見て、ねえよって突っ込みながら見るのが女子の楽しい AV の見方です。女子同士で集まって突っ込みながら見るんですか。そんな。ごめんなさい。あれ、変な想像しちゃった。バカ。私のバカ。何を想像したのか分かんないけど、マリアちゃんは AV は一人でこっそり夜中に見るものだよね。見ませんよだ。なんでこんなにうろたえてんのかしら。うろたえてなんかいないんだからね。すっごい汗かいてるけど大丈夫。もうやだ。はい、次のお便り。はい、イカスミパスタさんからいただきました。はい、まひるちん倉太郎、聞いてください。聞くよ。なんだよ。なんだ。前回倉太郎の黒卵の件で姉に誤解されたと相談したイカスミパスタです。おー、あの方ですね。あの黒ちゃん卵を私が放送中ジュルジュル吸って食べていたところ、お姉さんが通りかかってきて偶然聞いてしまって、男の子だもんねって言われたっていうやつですね。はいはいはい、はい、その後思い切って姉に自分の趣味を告白したところ、すんなりと受け入れてくれました。え、何を告白したの。俺は美少女ゲームが好きなんだよ。好きなんだって言ったのかな。ですかね。がしかし、その直後姉からとんでもない真実を聞かされました。姉は中高と女子校に通っていたのですが、そこはかなりユリカップルが多かったそうです。なので放課後の部室や家などで当たり前のようにカップルがすごいことを当たり前にやっていたので、弟の趣味ぐらいじゃびっくりしないよと言われました。その後僕が、姉さんは違うよねと冗談で聞いたら、赤面して黙り込んでしまいました。てんてんてん。はあ、いや意外と素敵。素敵。はい、何ですか。意外とそうだよ。まひるちん、女子校のご経験は。女子校だったし。本当ですか。私は違うけど。なんで学生時代知り合わなかったんだろう。はい、何ですか。私は違うけど、はい、いたカップル見たかった。間近で拝見したかった。生徒会長と転校生とか。
生徒会室で魅惑のシチュエーションですかね。まあ二人きりのとこをどうこうっていうのはさすがに見てないけど、生徒会長はトランクスを履いてた。なんで？え、スパッツ代わりですかね。わかんないけど、ね、何のために、うん、実は男の子だったとか。何のためにって何のためだろうね。女装少年だったとか、うん、でもすごいかっこよくて、はい、かっこもうショートカットでピッとした生徒会長で、もう下級生のファンとかすっごいついてて、すごい会長みたいな感じだった。へえ、まあ女子校に宝塚風の生徒会長がいたら、そうそうそう、もうモテまくりですよね。すごい人気だった。へえ、いいな。私も短大の時女子校だったんですけど、うん、やっぱりもう皆さん大人だからあんまり女子相手にそういう雰囲気にはなってないようでした。うん、そうだね。大学ぐらいになっちゃうとね、もうあれだけど、中高ぐらいのこう閉鎖空間だと、はい、あるね。あー、見たかったな。タイムスリップしたらそれだな。そうですね。中、うん、小学校6年生ぐらいに全寮制とかのさ、あ、はい、戻って全寮制の女子校に通って、うん、ユリを間近で見る、はあはあ、え、自分入んないの？あ、自分も乱入していいですかって。うん、いいんじゃない？いいんですかね。そしたらきっと今と違った人生を歩んでいるんでしょうね。そうだろうね。うんうん、うんうん、感慨深いですね。うん、そういう話だっけ。まあいいや。なんかギャコラジ最近飛んだユリ番組になってますよね。そうだね、全くだね。自覚があるならそれでいい。はい、はい、以上お手紙のコーナーでした。このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしています。それではここで一曲お聴きください。メロメロキュートさんから12月19日に発売予定の新作タイトル、みんなの歌よりリズム。歌は泣きやフロイラインさんです。それではどうぞ。毎回テーマに沿った写真を撮ってきて対決するコーナーです。まずは前回の青春写真対決の結果発表をしたいと思います。青春、はい、皆さん投票ありがとうございました。ありがとうございます。ここに結果が来ております。まひるちんの南を甲子園へ連れてって、こちらが 9%。 まひるちんの来年頑張ろう、こちらが 32%。 おー、私の世界制服、これが 14%、うんうん、私の俺のマグナム、これが 16%、うんうん、牧泉さんから投稿があった密着 29%。 というわけで一番票が集まったのはまひるちんの撮った来年頑張ろうの 32% でした。やったー、おめでとうございます。これさ、はい、昨日ぐらいまでは牧泉さんの密着が1位だったのに、私も朝見たら変わってると思って、すごい逆転したんですね。逆転した。 おめでとうございます。ありがとうございます。コメントたくさんいただいてますよ。来年頑張ろうへのコメント、はい、まひるちんやればできるじゃないですか。他の声優さんの力を借りずともまひるちんはやればできる子。そうです、私はやればできる子ですよ。他には、他には
今回どの写真も面白いのですが、あえて哀愁漂うマヒルチンとドアラの写真を選びました。ドアラを使うなんて卑怯な、悔しい、でも感じちゃう、ビクビク。何が感じるのか。あと私のミニ四駆、ビークスパイダーには俺の青春が詰まってるとか、ミニ四駆は俺の青春だったんだ、俺のマグナム、ケースが俺と同じです、久々にマシンいじりたくなっちゃうじゃないですか、とか。なんか同年代なんですかね皆さん。なんかね、コメントの数は、はい、票数私なんだけど、はい、コメントの数はマリアちゃんのミニ四駆とマキイズミさんばっかりなんだよね。クラ太郎かっこいいとか。そうです ね, ね。あと制服にも結構ありましたよ、コメントが。制服、制服でされたい、制服最高、制服されたい、あ、制服されたい、制服でされたい、両方だよ。なんかまあいやらしいですね。いやらしいです ね, ね。はい、マキイズミさんにもかなりコメントをいただきまして、ね、密着は青春ですね、青春ですとか、うん、行き倒れのペプシマン最高です、ペプシマンだったんですかね。そうなの、うん、あれ謎だよねですね、うん、あと理由、マキイズミさんだから、うん、ゲストにいらっしゃるのを楽しみにしていますというリクエストも、これが時空というものなのではって書いてある。おー、はい、皆さんコメントいろいろありがとうございました。ありがとうございました。いやー、なんか久しぶりに1位が取れてよかったですか。まあ別にあの、なんていうの、いつも私の実力だけど、はい、だけど、まあ、はい、最近ね、卑怯とかずるいとか言われていたからね、そういうコメント多かったですね。うん、ちゃんと私の実力よ、えへんと、あのさっきのマビルチンを見せびらかして、そうえへんって言われても、うん、はい、そうですね、マヒルチンやればできる子です。そうだ、俺はできる子だ、はい、そして今週のテーマですが、はい、冬対策ということでそれぞれ写真を撮ってきましたよね。お、撮ってきましたよ。もう大変だった。あら、大変な秘話があるんですか。じゃあ、まあ、秘話とともに紹介をお願いいたします。はい、じゃあ1枚ずついきましょうか。はい、じゃあ一斉のせいで出しましょうか。うん、タイトルとともに。タイトル、じゃあこっちにしよう。一斉のせ、じゃんじゃん、ほくほく。私のはずっと待ってますから、サブタイトル、指切り手袋の約束。ほう、なんか絵本みたいなタイトルがついた。はい、私は焼き芋なんですけど、はい、それがね、はい、あ、次の写真は冬対策だから焼き芋の写真しようって思って、ね、あ、それはもうかなり前から決まっていたんですね。そうで、実際撮ろうと思ったら、うんうん、売ってない。あ、石焼き芋のおじさんっていつ来るかわからないですもんね。そう、あとコンビニとかも、はい、なんか100円ローソンとか救急ショップとかにあるから、はいはい、そこで買えばいいかと思ったら、うんうん、昨日の夜にいたらね、はい、どこも売ってないの。私もね、何軒も何軒もお店を回ったんだけど売ってないのね。きっとね、ミノモンタさんが、はい、あの焼き芋健康法とかをテレビで紹介したに違いないのよ。いつぞやの納豆とかバナナみたいに。そう、ないの、ほんとないの、はい、ないからしょうがないから、さつまいも24時間やってるスーパーで買ってきて、はい、自分で作ったんですか。じゃあふかしてもらった。ふかしてもらった、うん、今度はどなたですか。それはあの知る人ぞ知る某お好み焼き屋さんの店長さんに、はい、なんだ、今度は声優さんじゃないんですね。ないないない、また茶谷さんとかかと思いました。あの、私実を言うと、はい、焼き芋をそんなにたくさん食べれないのね、はい、だからこう食べ終わったらちゃんと残りもあげますから写真だけ撮らせてくださいっていうね。芋って1本じゃなかなか売ってませんもんね。そうなんだよ。なんか、いや1本で売ってるけど。あ、売ってました。売ってるけどこう半分ぐらいでいいんだよね。あ、1本丸々食べれないんです。そうですね、だんだん飽きてきますからね、味が。そうなの、そうなの、大変なの。前にね、はい、ごめんね、私の話だから。いや、聞きたいからいいですよ。前にね、はい、あの電信柱でさ、はい、カバン持ちみたいなんじゃん。電信、あ、そこの電信柱まで荷物持って、そこでじゃんけんする。じゃんけんの、はいはい、小学生みたいな、うん、はい、そう、それをちょうど数年前に石木ひかるちゃんとやっててね。小学生みたいなって言っちゃいましたけどね。やっててね、はい、それで石木ひかるちゃんの荷物を預かったら、その中にこう私が受け取るのを失敗して、はい、中に焼き芋が入ってて、はい、私の芋を落とすなんてって言ってすげえ怒られた。あ、そんな苦い思い出も詰まった焼き芋の写真なんですね。そんな感じ。
です。なるほど。はい、すいません。苦労が詰まった一枚ですね。苦労です。はい、そして、マリアちゃんの、はい。私のずっと待ってますから、指切り手袋の約束はですね、うん、こちら、冬の、やっぱ風物詩取りたいなと思って、うん、私の防寒対策なんだろうと思ったら手袋、うん、結構割としてるんですね、うんうんうん、で私の子供の頃からの手袋コレクションを広げまして、え、ちっちゃい頃の手袋も取ってるんだ。これかなり小学生の時なんですよ、うんうん、この右側に写ってる赤いやつ、赤いやつ、うん、これお母さんがマリアってカタカナで縫ってくれた、そうなんだ、すごい、名前が刺繍されてたりとか、本当だ、するんですよ。かわいい、この真ん中のやつ指が、はい、ミトンになってますね。はい。で、このしましま、白とピンクのしましまの指がちょっと切れてるタイプの手袋がですね、片っ端しかないんですけど、なんか小学生の時すごいお気に入りで、すごいよくつけてたんですね。で、どこかで片っ端なくしちゃって、でも気に入ってるからずっと取っといてて、今に至るっていうか、この写真で、なんかちょっと哀愁漂う感じがせたらいいなと、ね、他は2個ずつあんのにこれだけね、はい、相方募集中みたいな、来んのかなまあ落としたものはなかなか返ってこないと思いますけど、うん、はい、だからタイトルでずっと待ってますから、指切り小袋じゃないよ、指切り手袋の約束ってつけたんです。やっぱピンクが多いね。あ、そうですね、うん、ピンク好きなんです。ほうほう、はい、指切りと約束をかけました、タイトル、はい、そして可愛らしい、はい、ありがとうございます。あります。じゃあもう一枚、お、もう一枚か、見せ合いましょう、いくぞ、せーの、はいはい、桃いちご。私のタイトルは、うん、無防備。おー、無防備だ。マヒラチン、それは、これは、女子用のスパッツとかですよね、きっと。毛糸のパンツだよ。はぁ、エッチー。マヒラチンのお尻も映ってます？これ。さあ、青山ゆかり、茶谷やすらと来て、次は誰だと思う？誰でしょうね、どのあたりがいらっしゃるんでしょうね。まあでも、これ誰って言ってしまうとちょっといろいろ問題が出ちゃうから、まあ想像、ご想像にお任せするけど、誰のお尻なんでしょう。誰だと思う？まあそれはね、あなたの好きな人でいいと思うけど。じゃあマヒルチンのお尻。私じゃない、私は撮ってる人だからおー、これはお尻、履いてるお尻を撮ったわけじゃない。うん、こうちょっと手が出てるからね。手、あ、ここ手ですね、一番左上の、あ、腰に手を当てて、ほうほう、お尻を突き出して、ほうほう、写真を撮った。ほうほう、これは、エッチですね、まひるちん。そっか。しまった。私、エロ番組じゃないつもりだったのに。しまった。自分で、墓穴を掘った。だって、これを撮るためにスカートとかめくったんですよね。そう。女子高生のスカートめくって。まあ、女子高生はそういうのありだからね。そうですよね。かわいいですよね。うん、まあ寒さ対策、うんうん、腰を冷やさないのはいい案だと思います。そうだよね。まひるちん、実際こういうの履いてるんですか？履いてるわけないだろ。なんだ。でも、はい、でも、はい、これを写真を撮らせてくださった方は愛用しているはずだ。へー、誰だろう。きっと皆さんの好きな声優さんのお尻なんですね。そうかな。すごい柔らかそうなお尻。誰だろうな。え、実際に妄想してください。そしてマリアちゃんの、はい、私の無防備。無防備かわいいね。これはサスケが、うん、猫はこたつで丸くなるって言うじゃないですか、うんうん、でもうちのサスケはもう欲張りなんで、うん、こたつじゃ満足しないんですよ。これはストーブです。石油ストーブ、はい、ストーブの前を人間よりもいい位置を陣取って、ね、ゴロンと、もう無防備に。すごいね。これ寝てるの？寝てます。おかわいい。はい、さらにやっぱり猫を膝に乗っけたりとか、うん、ね、布団の中に招き入れたりするとすごく暖かいですよ、うんうん、という同様のお便りを黒猫大好きさんというリスナーさんからもいただきまして、写真付きで、おやおや、本当だ、はい、動く湯たんぽとか重い膝掛けって、あ、やっぱね、猫とか飼ってらっしゃるともうそれだけで暖かい。そうですね、心も温まりますしね、うん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 、写真付きでいただきました、ね、ありがとうございます。さあ、私たちの冬対策、はい、皆さん投票お待ちしております、うんうん、はい、というわけで、うんうん、駆け足ではございますが、駆け足ではございますが次の収録までに撮ってくる写真のテーマを決めたいと思います、うん、次か、次はやっぱり時期的にあれがいいんじゃないかな。じゃあこれにしますか、うん、じゃあコードネーム18300さん、はい、カ
根田さん、黒田さん、ギャコラジは、ギャコラジは、今回お願いしたい撮影テーマはすごくベタなのですが、うん、もうすぐクリスマスということで、クリスマスです。おクリスマスがテーマですか、うん、なんか素敵な写真に仕上がりそうですね。ね、今ね外もイルミネーションだったりするし、うんうん、なるべく年内までに発表したいですよねとディレクターを見てみる。だって新年明けたらクリスマスの写真ってちょっと時期外れじゃないですか。そうだね、今のうちに撮っておかないとね。じゃあ早めに私たちも撮りためておきましょうね、うん、そうだね。はい、というわけで以上目指せフォトマスターのコーナーでした。このコーナーでは対決してほしい写真のテーマを募集しています。よろしくお願いします。ギャコラジ愛の一言劇場、ギニュー特選隊ミノリンさんから。アメリカ大統領選挙を見ているとオバマさんが当選した瞬間、横になぜかマヒルチンがいた時のリアクションを倉太郎さんにお願いします。私は今テレビの前にいます。私は今アメリカ大統領選挙を見守っています。じーあ、オバーマ、オバーマに決定しました。おめでとうオバーマ。あ、あれ、あそこにちっちゃく映ってるのマヒルチンじゃないですか。マヒルチンも一緒に当選したんですか。それともマヒルチンはペットなんですか。オバーマ氏のペット、ペット生徒れ、誰がそんなこと言ってそんなこと言ってマヒルチンを決定。インフォメーションコーナー、一本目はエロ抜き使うをコンセプトにした新ブランドテイルスキットさんのデビュー作、追われる心霊族調教です。ゼミの後輩である純粋無垢なヒロインを監禁し、2週間にわたる調教によって霊族させろ。ヒロインを選ぶと彼女の M 属性を開花させる調教を行い、また主人公の母親を選ぶと S な彼女に M 調教されてしまうという SM どちらも楽しめる堕落調教シミュレーションゲームです。わあ、 S も M もどっちも濃いみたいな感じなんですね、うん、ね、やっぱりこうリバーシブルっていうかねリバーシブルですか、うん、みんなほら自分がどっちかとか、はい、よく分かってない人もいるかもしれないから、これをプレイすることによって、うんうん、あ、俺こっちかも、俺こっちの方がいいかも、こっちの方が好きかもっていうことが分かるかもしれないね。そうですね、自分が S か M か診断するためにこの追われる心を買っていただくと素晴らしいですね、うんうん、調教は朝昼晩の3回の選択が可能。調教を繰り返すことで様々なプレイを楽しむことができます、うんうんうん、このM な方は、はい、大学のゼミの後輩、はい、スナミ、アヤナちゃん、アヤナちゃん、顔に幼さが残り華奢な体つきだが胸は大きい、はあ、巨乳っていいですよね。なんでそんなしんみり言ってる。いや、なんか最近巨乳の方にお会いする機会が多くて、うん、本当にこれはミラクルだなって、どうやったらそうなるんだろうって、とね、え、私を見なくていいんだよ、ね、別にそんなんじゃないし、うん、何、まあいいや、はい、まあいいな、はい、母親、うん、むつゆかりさん、うん、こちらも豊満な体の美女、うん、はあ、豊満ブームですよ、豊満、ああ、そうだね、これ両方とも胸は豊かな人ですね。豊かですね、うん、はい、調教が進めば 3P もありますですって。ほう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 、その場合は SM のどちらでプレイするんだろうね。どうなんでしょうね。主人公は中間で、あやなちゃんが M で、ゆかりママが S でになるんですかね。やりつやられつみたいなですかね。ですかね。そこは皆さん実際にプレイしてみて確かめてください。はい、追われる心霊族調教は12月19日にパッケージ版が3150円で発売されます。ダウンロード版も発売される予定です。よろしくお願いします。2本目はアトリエ家具屋チームハートビートさんが送る 3D ダンジョン RPG ダンジョンクルセイダーズ2英語のラクドです。2006年12月に発売された人気作ダンジョンクルセイダーズに待望の続編が登場。人の夢が現実化するという不思議な街を舞台に、その中心に立つ巨大な塔の探索が始まります。
前作からシステム面や演出面が格段に進化した新たなるダンジョン探索の物語に挑戦しよう。はい、はい、こちらはまひるちんが出演されています。はい、ダンジョンクルセイダーズ2っていうかですね、はい、はい、アトリエかぐやさんと私といえば、はいはい、もうあれが出ちゃってるわけですよ。穴掘り兄弟ですよね。出てきますよ、もちろんですよ。もうそちらの、はい、そちらメインの役どころね。嘘、このグリシーヌはハウトハウゼルちゃん、ルフトハウゼルちゃん、はい、グリシーヌは穴掘りのついでにされたと言っても過言ではない。もうあの多分これを聞いてる、はい、なんかね、かぐやさんこれ聞いてるらしいんだけど、らしいんだけど、うんうん、私的にはあもうね、アナホリ兄弟ドン&ココが私の中でメイン、はい、だいつかドン&ココで一本出してくださいってずっとずっと言ってるんですけど、いつまで経っても出してくれないんですけどね。あ、いつかそのアナホリ兄弟が主人公のゲームが出たらいいですね。ね、そうそう。それでですね、ダンジョンクルセイダーズ1の時から、はい、ですね、年代的にはだいぶ後のお話なんですけれど、はい、さらにアトリエかぐやさんの前に出たタイトルで、うん、マジカルウィッチアカデミーっていうタイトルがありまして、それとは時代が同じ。あ、じゃあそちらのキャラクターも出てきたりとかするんですか。そうなんですよ。なのでこっちのですね、シルビア先生と司くんっていうのがマジカルウィッチアカデミーに出てくるキャラなんですね、はい、うん、おー、コラボレーションしながら RPG してるんですね。そうそう、私あのマジカルウィッチにもね、あの出てるはずなんですけど、穴掘りも出てるけど、うん、私のキャラは学校で勉強してて、このパーティーにはいないらしい。あー、残念ながらね。へー、そうなんです。結構あのアトリエかぐやさんの RPG ものっていうかファンタジーものは世界観がだいたい同じ世界だったりするんで、うん、つながりがあったりするんですね、どれも。おー、いいですね。敵を倒していくんですね。なんか触手っぽい敵いますよね、これ。あー、いるね。これ敵に負けたら触手プレイとかそういうことになるんですかね。それはどうかな。それはどうでしょうね。どうかな。本当にあのダンジョン探索ものなので、パーティーを組んで、はい、いろんな魔法使いだったり剣士だったりとか、はい、いろんなパーティーでダンジョンを冒険の旅に出るじゃなくて、一つの塔をずっと攻略していく話なんですね。塔を掘ったり掘られたり、まあ塔だしねそれは掘らないと進めないかもしれないところはあるかもしれない。うん、そう、塔を探索しながら美少女たちとあんなことやこんなことができちゃうダンジョンクルセイダーズ2、英語のラクドは9240円で12月19日発売予定です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ここでゲストさんのお知らせです。12月24日クリスマスイブのギャコラジにゲストさんがやってきますよ。あ、ゲストさんか。クリスマスに来てくれるゲストさんって誰だろう。もしかしてサンタさん。はい、声優の牧泉さんです。サンタすごい癒されるサンタさんですよね、牧さんといえば。そうですね。なんですなんかドン引きしてます。どうしました、どうしました。いや、すっげえなんか強いサンタくんなと思って強いんですか、マキさん。だって、はい、今年初めの宴会収録を思い出してごらんよ。あ、お酒に強いってことですね。お酒には強いし、なんか腕力はあんまり強そうなイメージないんですけど、黒ひげ生き物的なやつもものすごい勝ち残り方をしたじゃん。すごかったですね。すごい強かったですよね。強かったよ。いやー、なんか今年の最後にすごい大王来るんじゃない？そうですね。すごいサンタさん来ますね。すごいサンタさん来るね。あの時はすごかった、うん、はい。いつものようにギャコラジでは牧泉さんへの質問メールと出演作品の人気キャラクターランキングをマグログで募集中ですので、ぜひぜひ投稿&投票をお願いいたします。はい、お願いいたします。ここで美少女ゲームがダウンロードで楽しめるベクター PC ショップからのお知らせです。ベクター PC ショップではやり込みゲー特集を実施中。今なら RPG、シミュレーション、脱衣麻雀など年末年始にぴったりなじっくり遊べるゲームが 20% オフで手に入るチャンスです。はい、いろんなゲームがありますので皆さんチェックしてみてくださいね。はい、さらにさらにお知らせです。うんうん、来年もギャコラジでは新年の1月1日の午前0時からの放送が決定しました。おー、またやるの。え、去年はうっかりサーバーが落ちたという、そうですね、あの伝説の企画がはい、またやりますよ。
去年、はい、去年お世話になったメイドカフェさんが閉店してしまったので、うん、あそうだ、はい、今年は一気に企画を変更して和風に攻めたいと思います。和風？和風、はい、ほうほう。来年の新年会ももちろんゲストの声優さんをお呼びして番組を進めますが、なんと声優さん同士でチームを作ってお正月っぽいことをして遊んじゃう予定です。ほ、じゃあ前回とは、前回はすっごい人数だったけど、はい、今回はまた別の感じの特別企画、はい、チーム戦になるとかいう噂を、チーム戦、はい、聞きましたからね。え、誰と誰がどうなるんでしょうね。何チーム、うん、はい、詳しくは来週の放送で発表しますので お楽しみにということです。はい、来年も皆さんよろしくお願いします。はい、来年牛年ですからね。牛年なんか関係あるのか。おっぱいおっぱいあ、はい、以上お知らせのコーナーでした。各タイトルの情報はゲームのグラフィックや体験版などが満載のギャルゲ .com のサイトで詳しく紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。ギャコラジ愛の一言劇場、カオスレギオンさんからです。マヒルチンにギャコラジ収録中、倉太郎がお菓子をボロボロこぼしていたのを片付けてあげたために倉太郎の恋愛フラグが立ってしまった瞬間の恐怖のリアクションをお願いします。倉太郎、はい、ほら今日のおやつ、あ、ありがとうございます、はい、いただきます。うん、あーもう倉太郎ダメじゃん、ポロポロして洋服にほら本当に本当に落ちてるから今、うん、リアルリーフがもうしょうがないな、うん、もう、うん、ほんとじゃあ立ってパンパンしようか。どこパンパンするんですか。そんなこと言ってない。はいはい、はいはい、パンパンしてください、はい、これね、もうねお菓子のゴミがねついちゃうからね。最悪やらしいんだよね。何やらしいんですね、まひろちん。ちょっと待って、優しいんですねって言われるなんて、僕やらしいんですねって言ったか。だって今私の胸を撫でてましたよ。撫でてないでしょ、触らないようにしたでしょ。触らないようにしたって何ですか。とにかく、うん、そんな面倒見のいいまひろちん大好きです。こぼれちゃった。もうお前のお菓子なんか片付けてやめよ。これはフラグ？フラグですか？そうですか。うん、結婚してくれ、マヒル。もう全然アプローチ変わってないからさっきから。はい、そろそろお別れの時間みたいです。はい、今週もいろいろやってきました。写真対決、今度牧泉さんがゲストということは、また写真を何か持ってきてくださったりするんですかね。あのわけのわからない写真を。ヘプシマンでしたっけ。ペプシマン、あ、ペプシマン、ペプシマンって何。ペプシマンわかんないですけど、まあ、今度はクリスマスというお題なのでね、うんうん、撮りやすいんじゃないかと思いますが、何がいいかな。私たちも頑張って撮りたいと思います、うんうん。ゴンツだ、大丈夫。大丈夫です、うん、あ、もうダメだ、リポビタンリーノも、はい、マリアちゃんが本番中に栄養ドリンクをグビグビと。はい、マリア中も、え、いや二人で飲まなくてもいいだろう。だって一人だけリポディ飲んだらなんか嫌じゃないですか、匂いが。なんかマリアちゃんだけすごいエネルギーバーンみたいな感じ、はい、うん、じゃあ反省会にエネルギーバーンになれたらいいなっていう期待を込めて、いけ、チャージマリア。おい、うまい、うまい、うまいのか、そうか、うまいですよ、リポディ、リポディ。はい、本当にお別れの時間となってしまいました。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌や各コーナーへの投稿などじゃんじゃん送ってくださいね。メールは番組ホームページまたはメールアドレス radio@galgay.com から送信できますのでよろしくお願いします。はい、お届けしてきました金田まひる倉田マリアのギャルゲドットコムラジオ。この番組は美少女ゲームポータルサイトギャルゲドットコムの提供でお送りしました。また来週。倉田マリア、金田まひるのギャルゲラジオ反省会。この番組は美少女ゲームポータルサイトギャルゲ .com で大好評配信中のインターネットラジオギャルゲ .com ラジオの番組終了直後に収録している反省会です。進行は私、倉田マリアです。そして今週のまひるいじりー。
ーは、某モンスターハンターで戦っているシーンを、ハンターとアイルーとモンスターの一人三役で再現するマヒルチンです。ガサ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 、グルルルルルル、モンスター、あんなところにディオレイヤーがいる。ハンター、じゃあ前の方の角度で閃光玉を投げ投げ投げ、あれ、閃光玉持ってきてないかも。よし、豆腐行け。お前が豆腐おびき寄せて、ちょっとおとりみたいなことになるんだ。わかっちゃうにゃー。たたたたたた、ポコじゃねえよ。何叩いてんだよ。こっち気づかれたでしょ。ご主人様、ごめんにゃ。じゃあ僕は潜るにゃ。ザザザザ、潜るのかよ。リオリーや。チャラーン。死んだんですか、最後。ガラ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 。運ばれた。これモンハンわからない人全然わかんないですよね。わかんないね。閃光玉ってなんだろうみたいな。ね。はい。熱演でした。面白かったです。ありがとうございます。褒められました。ありがとうございます。いや、なんで今更モンハンか。私が日記で書いたからですかね。そうなの？そういうわけじゃないみたいですね。うん。うん、まあね、やっぱりブームっていうのは蘇ってくるものですよ。そうだね。なんか、トライとかも来年出るし。トライ？ 3。 トライ 3？ って何ですか？Wii で出る、Wii で。何にトライするゲーム？